必ずやろう日本最高高豊ですこの動画を見てなるほどねなんて思ってくれたらぜひチャンネル登録よろしくお願いいたしますあの天安門事件からちょうど35周年になった、えー、本日6月4日のデイリーニュースをお伝えいたしますこう言うとまあ,あ本来であればですね、まあ、中国のこの人権問題とかを扱うべきようなね、えー、日だっていうことにはなるんですが まあちょうど昨日トヨタ、ホンダ、マツダなど自動車メーカー5社で量産に必要な型式指定申請で,です、ねまあ、不正があったことがまあ判明しうち現在3社が生産中の6車種について出荷停止となったとの報道がありましたのでちょっとそちらのことを優先しようかなというふうに思っています。これを受けて骨土交通省は道路運輸車両法に基づき 4日ににはトヨタ本社社その後残りりも順次立ち入検検査ををしし行政処分を検討するとしています、まあ、第一報を受けた時にはうわこれ、とんでもないことをやらかしたなと、もう日本企業の信頼がもうこれ、失墜じゃないかと、まあ、大いに心配したんですけれども、トヨタ、ホンダ、マツダの3社が開いた記者会見を見てみますと、不正とされたことの大半は、 全然大したことではないっていうことがですね。逆に理解できたというか、これを不正と呼ぶべきものなのかとさえ思うものばかりだったと。もう言っちゃっていいんじゃないかなと思うんですね。まあ若干、まあこれは問題かなっていうのもあったりしたんですが、まあそれにしても。それもまあ大した問題ではないなっていうのが、これが正直な私の気持ちです。え、実はこれ当初ですね、この話をまとめていこうと思いまして。 えー、そのホンダの話を書いてトヨタの話を書いてというような感じでもって、まあ、全体が終わったところで、えー、時数を確認しましたらその時点でもう7,000字を超えていたという、えー、こういう状態になりましたでそうすると、まあ、ここまでかなり早口で喋ってもおそらく40分ぐらいはかかっちゃうというそのぐらいの、えー、分量ということになってしまい これは動画にするには不適切だなということでまあ思い切って一生懸命書いたんですがバッサリ削るという、えー、そういう状態の中で、えー、今話をさせてもらっていますまああと松田の話もね、えー、加えていくっていうことになるとさらにこう伸びていくってことになるんですがまさすがにそれは無理だろうということでしたまあ、そこでですねもうなくなく ホンダの事例しかもその中の騒音試験の事例のみを取り上げて、えー、まあ今回の話をですねさせてもらうことにしましたこの点ですねまあいろいろご意見はあるかと思いますがご事情をご理解いただければと思いますでホンダの騒音試験に関わるものでは定常走行に関わるものと加速走行に関わるものの二つというものがあります 定常走行というのは文字りまり、あ、一定の速度で走っていくということでスピードを変えないで走っていくという場合になりますがこの場合どの程度の騒音を発生させるのかについて調べるのが定常走行騒音試験とということになりますで具体的には時速50キロで走行し続ける場合の騒音ということになります。 でここで理解すべきはなんですが同一車種であってもグレードにによって重さがバラバララななるとということなんですね定常走行の場合には最も重量の重いグレードの騒音が最も大きいものになるのはまあ容易に想像がつくかなと思いますそこで最も重いグレードについて2%分さらに重量を加えた状態で試験をするということに決まりとしてはなっていたわけですで2%分さらにこの重量を加えるというのは あエンジン性能は建前ではまあ、同じタイプであればどの車でも同じということにはなっているものの実際には個体差というものが発生しますよねでおそらくその辺りのことを考えてるんではないかつまり、えー、たまたまですね、えー、このテスト車として利用したものは個体差の中で騒音が低いものかもしれないっていうことが、まあ、あるわけですよね。なので えー、個体差としてですね、まあ、あまりいい調子が良くないもの、えー、そういうものにあっても、まあ、この騒音規制というものを十分クリアできるという、まあ、そういうことの目安として試験者として利用したものよりもですね、まあ、あ負荷をかけた状態の中で、まあ、クリアしていれば、まあ、基本その、えー、問題をですね 他の車も同じようにクリアしてると見なしていいというまあそういうことでこの2%の負荷ををかけるるととといいいうううことをやっているんだろうというふうに理解しましたしたかしながらですねこれ口で言うほど簡単な話ではなくてデータ提出後に若干の設計変更みたいなものが起こってそれによって結果的に車体重量がですね若干変わるというのは十分ありうる話なんですね。 例えばなんですが搭載するカーナビシステムがより新しいものに切り替わるなんていうことが起こるかもしれないわけですよね。これはカーナビメーカーのその移行によって、えー、それではですね十分な量が取得できないということがあ後に分かったなんていうことも出てきたりするわけなんですよ。でそうううするるるとととここれれ、えー、重量がこう変更されるというようなことになに そうするとそれに合わせてもう一回試験をやり直さなければいけないみたいなあこういう感じになりそして試験をやり直すためには再度書類をですね作り直して国交省に提出してそしてその国交省の認可を改めて取らなければいけないというような、まあ、余計な手間までかかってくるということがあるわけですよね。 なので最も重いグレードについて2%分重量を加えていったもので調査しなさいというのが国交省の、えー、この指示ということになるんだけれどもこの最も重いグレードの車がさらに重たくなるかもしれないという可能性を考えた上で、えー、ここにですねさらに1 5ラム、えー、車体重量の大体いい1%分に相当する1 5ラムを さらに上乗せする状態の中でこれ実験をやろうという。こういう方向に動いたわけなんですで。そうするとまあ、現実問題としては、まあ元々の車よりも3%ぐらい、この重たい状態の中で実験をやるということになるわけなんですね。で、これであればまあ、車体重量がま若干こう増えたところで。 その重くなったところから、あ2%の範囲には確実に入るから、何ら問題はないでしょ？っていうのがあ、これがホンダ側の見解だったということになるわけです。まあ、正確に言うとホンダ側のその実験を行った。まあ、そのエンジニアたちの判断だったという風に言った方がいいかもしれません。ところが決められた通りの試験をやってないんだろう。お前らだから、それは不正なんだよというのが。 国交省の言い分だったということになるんですよでそこで皆さん考えてもらいたいんですがこれを不正と表現するのが適正なんですかねっていうことなんです私はそうは思えないということなんですねで次に、えー、加速走行に関わる騒音試験について考えますでこちらはアクセルを全開させた時にですねまあ、どのくらいの騒音が出るのかっていうのを試験するものです 時速50キロで走っているところから一気にアクセルを全開させるということをやった時に、まあ、どののぐらいの騒音がこの加速走行に関わる、えー、騒音試験を行う場合にはですねアクセルを全開させた時にスピードが上がりやすいと騒音が当然ながら大きくなりやすいっていうことになりますよね。そうすするとででねこののグレードの中で 最もも車体重量のの軽いもの、えー、これに関して、えー、やると、まあ、一番加速性能が高い一番騒音が発生しやすい、えー、ということになるのでそれを使うべきだということになるわけです。でところが、まあ、先ほど言ったように、まあ、後にですね、まあ、いろんな事情で設計変更というものをやらなきゃいけないということが生じた時に若干ながら、えー、この車体重量がですねこの変動するということはありうるわけなんですよ。うん それでホンダはどうしたかといったらもともとの車載重量マイナス2%これでまあ試験をやれと言われているところでそこからさらに 15kg 減らす状態の中で試験走行というものをやったということになるわけですね。 でこれはまあ車体重量を事実上3%程度軽くして試験を行ったことを意味していてでそうすると加速性能はさらに上がりますから、えー、騒音レベルもさらに上がっているはずなんですね。でそれでもってもう合格ラインに達していれば後の設計変更によって車体重量がいく分このね、えー、軽くなるみたいなことが起こったとしても絶対にこれはあこの国交省側から文句をつけられることはないだろうという。 まあこういうふうにやはりホンダ側は考えたまあ正確に言えばホンダのこの開発側のエンジニアたちは考えたというこういうことになるわけです。でこれをですねその試験条件の不備であるとか不正であるとか、まあ、こういう形で表現するのが適正なのかというのを私はまあ正直に思うわけなんですね。で以上この2つの試験についてまとめますと実際に行った車体重量は 定常走行騒音試験一定の速度でずっと走り続けた場合のこの騒音試験この場合には本来のものよりも重たいもの本来のものよりも騒音が出やすいものを選んで試験をしているそして加速走行騒音試験の場合には本来のものよりも軽いもので加速に伴う騒音がですねより大きくなるようにやったもので えこの試験結果を代用するというこういう感じのことをやったのに決められた通りの実験をして得られた数値ではないからそれは不正であるえというような形でもって試断されているわけですね。でその数値を記入しているのはそれは虚偽の記載にあたるまあ確かに虚偽記載だと言われたらまあ虚偽かもしれませんけれども。 実態よりもよく見せるためにお化粧を施したっていうのとは全く違うわけなんでそういうものを不正であるとか虚偽であるとかっていう表現の仕方をするのがえこれは妥当なのか一般消費者や世界の人たちに対してですねこれ大いに誤解を与えるような言い方になってるんじゃないかっていうことを私は思うわけなんです。 でなんでこんなことをわざわざやってるかって言ったらこれは規制当局側がその製造側の苦労を十分に理解しないままにですね手前勝手な測定方法というものをこれでやれって言って押し付けていてまあそれに対してですね融通がなかなか効かないということがある中でメーカー側が自己防衛の見地から始めたものに過ぎないんじゃないのってことなんですよ。 ホンダはこのことをですね試試験験条条件件よりも厳しいいで試験を行えば性性能上の適法性には問題がないと考えてしまったと表現していますます、あ、考えてしまったという言い方の中に、えー、悪うございましたっていう雰囲気が一応出てはいるんだけれどもしかしこれで実際ですね何の問題があるんだろうかこれを不正として取り上げるべきなのかこれ正直言って私の思うところなんですね。 私からすすればですよ国土交通省の方がむしろ問題なななのでではないかと思うわけなんですよ国際競争が展開されていく中で自国の自動車産業の在り方をこれだけ広く誤認され信頼の失墜を招くようなことを平然とやってのけるというこの役所の在り方って果たして正しいのかと思うんです。 メーカーカとしてはですねこの役所に対して言いたいことがいろいろあるはずなんですけれども、まあ、そこはぐっとこらえて自分たちが全て悪いという姿勢で臨まないと、まあ、後々面倒ななことになってきますよねその結果として、まあ、こうした記者会見の中にあってですね役所の側の問題というものは一向にこのクローズアップされるということにならないんですが私は会見を聞きながらいや今回の事案の本質的な問題は メーカーの問題ではなくて役所の問題なんじゃないかというふうに思った次第なんですよところがこの点に関してしっかり指摘する報道というものをまあ私全てのメディアの方法をですね、抑えてるとは言いませんから分かりませんけれども私が見た限りにおいては見かけなかったんですねそれどころかですよ例えばですがこのテレビ朝日は例え話として入学試験を受けるときにカンニングをして合格点を取った人に 入学後にカンニングの疑惑をかけられて改めて試験を受けたら合格点が取れましたみたいに表現していましたが今回の話はこんなカンニングの話とは全く違うじゃないですか。100m 走を走る時に普段は絶対履かないような重たい靴を履いて走っても合格タイムの中で走ることができたから普段履く靴なら絶対に合格タイム内で走れるからわざわざ普段の靴に履き直して 走らなくてもいいよねっていう、こういう感じの話だったわけですよね。で、この本質的なところが、日本の報道においても、そして、まあ当然っちゃ当然なんですけど、この日本の報道を受けて報道してるであろう海外の報道においても、なされてないんですよ。例えば、ニューヨーク・タイムズは、トヨタなどの日本の自動車メーカーは安全性試験を不正操作したと語るという表現で、このことを伝えています。 ニューヨーク・タイムズはこの記事の中に「日本製品には優れたものづくりに支えられた高い品質が備わっている」との捉え方が長らくなされてきたがこうした不正事例が相次いでいる中でそうした考え方は変化し始めているのかもしれないなんてね記したわけなんですよ。おいおい誤解も甚だしいぞと言いたくはなりますよね。求めらられるよりも過酷な条件でテストをしたら お前は不正を働いたと言われあたかも性能のごまかしをやったかのように言われるんじゃこれたまったもんじゃないですよねはっきり言いますが国交省が製造現場の苦労を知った上で試験評価の在り方というものを現場産業に合わせたものに変えていればこれらの問題の大半はもう最初から問題になることなく解決しているんですよね。私が基準を甘くして見逃せと言っているわけではないというのは理解できるかと思います。 まあ、とにかく今回の不正とされているものの大半は、ま何、あ、なんとか甘くして合格させようなんていうそういうものではなくって、何かと融通が利かない国交省と揉めたくないとの気持ちからメーカー側が自己防衛で始めたものだと考えると合点がいくものが圧倒的なんですよ。役所というところは無病、つまり過ちを犯さないとされ、絶対に何があっても謝らないというこういう伝統がありますが、 こういうくだらなないいいいあり方方はは完全に直した方がんいいんじゃないか私は思うんです安全性に関わる規制というのはもちろん大事なものではありますがメーカー側に余計な手間を取らせないような体制というものを普段から真面目に国交省は追及してきたかといったら絶対やってないんですよねそして国交省がそういう求められるような姿勢で取り組んでいないしわ寄せというものが。 メーカー側にこのしわ寄せされてさらにそれが消費者側の利益にも背くようなことになっているというこういうバカなことをですねまあ本当に何ででるんんだろうというとう思うわけなんです日本企業を応援するべき立場にある日本の役所がですよ日本企業の足をむしろ引っ張っていくということを平然とやっているこれを断じて許せないと私は思っています。 えー、さてまあ、ニコニコ動画の方にですねトランプの有罪判決に関する動画というものを、えー、これ数日前から上げているものがあります、えー、半分くらいは、えー、無料で見られるようになっておりますので、えー、ぜひリンク先からですね、えー、これは絶対見てもらいたいなと思っているので、えー、ご覧いただきたいなと思います必ずやろう日本最高朝霞豊かでしたチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたしますまたベルマークの通知設定を全てに切り替えていただきますよう併せてお願い申し上げます